とゴーンってなんやここカルロスゴーンかということで、じゃあ続きやっていこうと思います。だって前回ね、あのお父さんに、あのレナのお父さん、タイクーン王に騙されたかのごとく落とし穴に落とされまして、今回ね、この先なんですけど、なんだこりゃ、まだね、土のクリスタルが残ってますからね、私たちには。ん、あ、中へ飛ばされる、はいはい、ん、あー、これ月の町やん。危ない。なになに、穴が開いた、落ちるぞ、また私たち、なんだこのまま。一方その頃、あ、黒チョコボちゃん、あれシドじいちゃんたちに面倒見てもらってんじゃないの。あ、帰りやがったこいつ森に。あ、あ、なるほど、抜けてきたのね。こいつはこの森に返しておけばいいだろう。これでバツとの約束を果たせたね。なるほど、ナイス、ごめんなさい。私もう疑いから入るのマジでね、もうね、RPG やってね、いろいろ学んだ結果ね、疑いから入るようになってしまったもんね、マジでダメだと思う私。ふわ、危なかった、ワープ装置やったようじゃな。長い間使っていなかったから壊れたんだ。怖い、じゃあもう入れないね。この先は危険そうだね。なんだここ、この先は行けないから出るしかないね。あ、少し眠りますか、はい。あら、なんていう親切設計、セーブポイントもないかしら。え、なんか敵出てきてなくない。よし、あ、でもなんか研究所っぽいぞ、誰かの。あ、本とかもあるしな。え、なにこれ、スイッチがあります、押しますか。怖っ、引きますか。え、怖い、ね、押すと引くってなんやねんこれ怖い怖い怖い。ちょっと先に調べてからにしよう。あ、宝箱あるな。ちょっと待ってよ、こっちさ、なんかボタンあったよな、これ押してみる。押すと、ちょっと待って、え、大丈夫なこれ。あげて、どこに落ちたの。開いた、あ、セーブポイントだ、カタパルト。ちょっと待ってよ、じゃあ下の方も見てみよう。スイッチあったかね、宝箱3つもあったし、はい。じゃあちょっと引いてみよう、引くと、あ、おー、やった、手裏剣、ミニマム手裏剣。おお、一回引いたり押したりするともう動かせないのか、よかった。押すと何かあったのかな。まあいっか、とりあえずカーボック取れたしな。ってことはここの先ボス戦になるのかな。あ、はい、あ、ちょっと待って、じゃあ一回あれか、操作すると、あ、一回なんか部屋から出ると、またボタン操作ができるようになるのかな。じゃあ、もう一回戻ってみよう。今度押してみる。もしできるんだったら。あ、あ、押してみます。うん、ゴゴゴ、ダメだ。ん？壁に刻み文字が。真ん中の部屋の花壇を調べろ。あ、少し眠りますか？いいえ。真ん中の部屋の、メモがある。右の部屋の便箋を。もうこういうの面白いなぁ。便箋、これか。アホーが見る。バカにせえのか。うぐぐぐ。まあまあ、バッツ。2枚目があるよ。壺を調べろ。
とどこの壺かな。ここじゃない。こっちの部屋壺あったっけ。これないね。じゃあこっち側か。壺、右4にあるものを引っ張れ。え、あれ、ちょっと待って、は下 6? どこから、さっき本のとこからかな。1、2、3、4、5、6、右4、1、2、3、あれ、でも右4って、あ、これを引っ張れってこと。はい、いや違うよな。え、いやでもそういうことか。え、1、2、3、4、そうだよね、1、2、3、4、5、6、この辺に本があったもんね。あ、なんだこれ別になんかあるのかなって思ったら、この宝箱を取るための謎解きだったのかなっていうことにしとこうか。まああんまり時間かけるわけにいかないし、まあ他に見逃しがあったらその時はその時でしゃあないって感じやな。よし、あ、だからアホが見るなのかなるほどな。じゃあ行きましょう、この先に。あれ、火力船沈没したはずね。じゃあ奥にある船は一体、渦の下の世界ってことか。あ、火力船だね。モンスター出てくるんだろうか、ここ。ちょっと見てみよう。わ、夏。なんかさすがにやっぱモンスターはあ出てくるんかい。ちょ、怖いよな、こう自分たちが乗ってる船にモンスターが住み着いてるって怖くない。じゃあちょっと奥行ってみるか。ここの奥行ってみます。ん、あれ、船がもう一つ、船にプロペラが、なんだか変だぞこの船。あ、ほんとだ、プロペラがついてる。あ、おじいちゃんたち、シドミド、ここはバッツ、レナ、ファリス、ガラフ。どうやってここに。あのね、黒ジョコボで三日月島に帰ってきたんだ。そしたら突然穴に落ちて、ってことはここは三日月島の地か。だから火力船がここにあるのか。どうやら古代人の作った設備らしいですね、このプロペラの船は。さあ、おじいちゃんなら詳しく。あれ、おじいちゃんは、お、これ飛空艇の流れじゃないのこれ。 FF といえば飛空艇ですからね。下に降りましょう。これはすごい。シド、話は後じゃ。ここをこうすれば。お、さすが技術者。やったぞい。なんだ。出発じゃ。あ。え。おお。あ、やっぱり飛行艇じゃん。やったー。あ、動ける。わー、すごいな、すごいな。シド、これは多分飛空艇じゃ。古い本でようなことがある。まさか本当にあったとは。
ひぃ、なんだ、飛行艇会社に引っ張られているぞ。モンスターか、引っ張ってんのか誰か。モモナガは船底に取り付いている。よし、あ、クレイクロー。よし、こいつ大丈夫だよな、特に。わ、ちょっと待って、アクアブレス。あ、やばい、おじいちゃんは HP7。 危なー。よし、やばい、アーマホあるか忘れてた。テールスクリュー、あ、もうないよな。大丈夫だよね。テールスクリュー、もう瀕死にしやがってよ。あ、手裏剣もったいなくて、なんかあんま投げたくないな。はっ、何が効くんだ。ファイラ、虫っぽいから燃やせばいいかなって思ったけど、あ、怖い。 HP を削った後に、あの通常攻撃とかで倒してくるんだろうなって思うから、怖い。あと投げるか。手裏剣あります。はい、誰、うん、おー、1155、強っ。あ、やったぜ、イエーイ。氷の弓、ちょっと待って、青魔法ないか調べていい？さっきの敵。あったら、再装です。再装なんだけど、ちょっと待ってよ。ちゃんとぶくましとんねん。スマホに。よし。あるかな。あ、大丈夫そうだね。うん、大丈夫そう。オッケー。よし。わーい。よっしゃー。やったー。かわいいな。二人。じゃ、ちょっと待ってよ。カルナック王が、こう、穴に落としたのって、なんか、そう思うと、罠にはめるというよりは、助けてくれたという考えになりそうだな。ね。何かに。まあ、ただ、浮いてたっていうのが気になるけどね。破損は大したことなかった。火力船のパーツに間に合わせたよ。指導。礼は聞き飽きたわい。僕らはここに残って土のクリスタルの在りかを調べます。大空はお前たちのものじゃ。飛び立つんじゃ。邪悪な暗黒魔導士 X です。その復活を阻止するために残るは土のクリスタル。うん、やろう。よし、行くぞ。わー、あ、じゃあ早速私青魔法取りたいんですけど。青魔法すごい。あ、着地もいいね。アーマホ取りたいんですけど、前回、あれ今回、あ、取りそびえたところだね。黒チョコボじゃないと来れないところのアーマホ取りたいんですけど。火炎放射ってやつだね。おー、飛空艇ゲットは嬉しいな、めちゃんこ。よし、ちょっとセーブしよう。じゃあ早速行ってみようか。じゃあ青魔法取って終わりかな今回は。そう、こういうところだね。さあ、プロトタイプちゃん出ておいで。うん、来た、早速。ありがたい、ブラスターちゃう。これちゃいます、ちゃいますよ。はい、早く来い。あ、来た。お、
そうね、あれ、おじいちゃん、あれ、覚えさせてたっけ、ランニング。ちょっと待って、もう一回、一応ミサイル、あ、ちょ、強くないか、ちょ、ちょちょちょ、待って待って待ってーな、待ってーな、解放者フォアリスに狙ってくんないかな。ブラスター、あ、ちょっ、こっちー、解放者、うーん、レナじゃないな。いや、一回倒すか、倒そう、ちょっと確認した方が早いわ、待つより。顔の方、あ、でも、そっか、電気だから、あー、サンダーとかが効くかな、ミサイル。これは強い。おほっ、あ、はっ、はっ、はっ、ちょっとどうやったら倒れるんだ。あ、黒魔法か。サンダー当ててみる。はい。効かない。クリティカル。こいつなんやねん。怖っ。ダメージが全然与えられないんだわ。プロトタイプちゃん。ちょ、試行錯誤してるうちに倒せそうな予感もするけど。ファイラ、どう？燃えろ。うん、効かない。レベル5ですとか使ってみる？もしかしたら案外いけるかも。うん。うん。マスタードブーム。あ、怖っ。うわ、嘘。あ、無理か。こいつデスクローは無理か。デスクロー当てまくってどうにか倒すしかないかな。いや、無理無理、逃げた逃げた。それで、あのね、倒し方調べたんだけど、なんだっけ、操るってあれなんだね、青魔導士じゃないんだね。魔獣使いの操るで、なんか自爆を誘発させて倒すっていう方法らしい。だからちょっと、あれだ、魔獣使いを誰かにお願いしなければいけない。魔獣使いどうしようかなー。ジョブ。じゃあ、君にやってもらうか。あの、どうせだったら、あれですよね。ボコもいるし。あれ、魔獣使いいるっけ？あれ、あ、いない。あれ？前、あ、下にあるか。封鎖して、これだ！これ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 。で、両手持ち。かな？あ、ムチになってる！へぇー。ちょっと待ってよ。じゃあちょっと、あの、ラーニングするところまでやりたいので、ちょっと育ててこようかなと思います。はい。ラーニングしたい。で、なんか、操るが、魔獣使いのレベル2で覚えるらしいんだわ。だから、よし。じゃあ、ちょっと行ってきますね。はい、ということでね、操る、覚えさせてきた。レナにしたかな。魔獣使いレナにして、で、アビリティね、今。そう、白魔法と操る使うような、そんな感じでやっていこうかなと思います。そう、それでファリスがね、青魔法、青魔導士、マスターしてしまったのでね、ちょっと召喚士をやらせようかなと思って育て始めたところですね。ということで、プロトタイプちゃん、おいでませ。あ、来た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 。ちょっと防御しとこう。で、操る。お、いいね。これなんか自爆を使ってくるらしいんだけど、これずっと放置でいいのかな。あ、ポートタイプ自爆、これでいいのか。
自爆どう、はい、あ、なんかダークマターゲットしたんだっけ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、どういうことだ、自爆。でも仲間に撃つことできなかったもんな。どういうこと、どういうこと。先制攻撃のチャンス、あ、そっか、あ、違う、あ、わかったわかったわかった。そう、とりあえずあれだ、バカバカバカ、青魔法をゲットするためだから、とりあえず攻撃受けないとダメだ。そうだそうだ、はい、早く使え、早く使え、早い方じゃん。マスタードーム、違う、それじゃない、それじゃないよ。まあでもこれで分かったな、操るといいですね。自爆持ってる子だったら自滅してくれるか、助かる。マスタードボム違うな。レナを殺すわけにいかないからな。早く来い、早く来い、早よ早よ早よ、あ、来た、よし、逮捕じゃ、よし。あ、でもね、レナじゃないんだよな。おじいちゃんか、ファリスランニングつけてるから、はよはよ。マスタードボム、ずいぶん火力の高いものばっか撃ってくるね、あんたはね。あ、やばい、あ、逃げまーす。 MP がー、はい、やばい、段取りが悪すぎる。オッケー、火炎放射使った、いいぞ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 。ちょっと待って、ね、にはね、おでいこう。あ、じゃあ、もう、バカ。もう、レナばっかり狙い上がる。エリクサ使うか、でももったいないな、このためだけに。はい。はい。シモホ、ちょっととりあえず回復一回入れて。来た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 。ブラスター、もうこれやだ、ほんと。とりあえず操ろう、操る、あっ、そう、そっか、操るの確率なのか。はい、あ、また今度誰、あ、よかった、危ね、あぶね、エナに操るはちょっと悪手だったかもしれんな。よし、操る、オッケーオッケー、おじいちゃんにも使ってくれた。あー、操れない、ミサイル、あ、ちょっとどうせだったら召喚士だから効くかな、召喚は。あ、効かないんだね、やっぱり、くそー、操れん、ついてからぶ、危ない、はい、はい、操ってお願い、あー、なかなか確率低いんすかね、操る、クリティカル、いてー、よし、ちょっと次回ね、せっかく飛空艇をゲットしたのだから、今まで行けなかったところに行ってみようかなと思ってます。はい、あ、誰、おじいちゃん、おお、よかった、マヒーまだ。操って。むずいねー。操る。よし、オッケー、来たー、よし。あとは、これで自爆してもらえばオッケーかな。どう？オッケー、やった、ありがとうございます。ダークマター、なんか集めると良さそうだな、なんかな、ダークマターな。ということで、じゃあ今回ここまでかな。いや、ようやく火炎放射ランニングができました。操るを使えることによって、まだね、
と操らないといけない、あのゲットできない青魔法というのがあるので、まあ、あの代表すると古代図書館の256ページくんとかねいるので、それはちょっと裏で撮ってこようかなと思っております。はい、ということで、じゃあ次回は飛空艇だからこそ行ける場所、なんか今まであのまだね世界地図を回っていないので、そこを回って、まあ、アイテムだったり魔法だったりね面白いものがあれば買おうかなと思っております。はい、ちなみにねアビリティポイントはね、マップのね左下かな、はい、そこにねなんかとある洞窟があるんですけれどもね、そこでなんかあのアビリティポイントかな、あのジョブポイントだけを稼ぐのにねちょうどいい場所があったのでね、そこでちょっとジョブポイント稼ぎをしてましたね私。はい、まあ、そこもあの洞窟なのでそのうち行ければいいかなと思ってるのでね。はい、では終わりにしよう今回こそ。はい、じゃあありがとうございました、また次回。